じゃあ録画。布、ちょっと布系だね。うん、布大好きだから、うん、買いたいわ普通に。こっちは静かだね。あ、本当に布系だ、ね、すごい。パジャマだからね。わあ、すごい。この店なんかカラフル。めちゃくちゃカラフル。靴だ。こんなだ。靴じゃん。なんかお祭りとかで使うやつやってるそうだ。靴だ。ね。これは何だろう、何に使うかも分かんないね。これでしょ。はい、これ何、これ何、 What is これ、ん、あ、ホッキーだ。あー、ホッキーだよ、ホッキー。あー、なるほどね。これでしょ。え、ん、え、ね、マカバン、え、マカバン、マカバン、マカバン、ホロだ、ホロ、ホロスティック、ホロスティック。あ、だからこう馬乗ってさ、こうでしょ、ホロこうでしょ、ウェイウェイみたいな感じで。なんかそんな馬を調教するやつだっけ、ポロって。ポロ違う。違うよね。不合格です。馬乗るじゃん、ポロ。うん、まあ乗る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 。で、これこうやってこうやってやるやつでしょ。そうそうそう。ルール一切知らないけど。いや、大体なんか合ってる、多分合ってると思うよ。あの、ポロシャツのポロのロゴに書いてるやつ。そうだよね。うん、あると思うよ。そう、ここをマニプールって、あの、ポロ、うん、あとホッケーとか、そうね、マニプールラグビーっていうのも有名らしい。わ、これはなんだろう。お、斬新。スリッパスリッパのあの、ここ、これがない。自力で挟めと。そうだね。そういうことだよ。すげえ足の力つきそうだね、自力で挟んで歩けと。ひどくない。これぐらいさ、なんか輪ゴムでもいいからつけてほしいよね。いやいや、まあ設定的に無駄を省こうっていう。やば、マニプール人めっちゃここの筋肉強いと思う。だろうね。じゃあ録画。なんかもう何に使ったらいいのか分かんないものがあって面白いね。ちょっと向こう行ってみようか。うん、ちょっと可愛い子にインタビューしようよ。ちょっとお前は本当、女女うるせえやつだな。さっきね、さっきね、黒くて可愛い人いたんだよ。本当にもう女女女女、世の中女が全てじゃない、世の中女が全てじゃない。女って言い方してるやつ、大体この世は女が全てだと思ってるから。お前本当女性のことしか言わないな。ちょっとさっきのカットして。はい、こんにちは、ナマステ。ナマステ。How are you? I'm fine. Nice, good. これは化粧道具かな？メイキング。ジュエリーもありますね。これも、あれだね、腕につけるやつ。はいはいはい。じゃあ、ロゴが。これ何？包丁？包丁かな？包丁系だね。なんか料理とか。何こうやってやるやつだ。なんか、あー、分かった、鱗取るやつだ。フィッシュ、フィッシュ。あー、じゃあ、はいはいはい、ここね、このココナッツ、ココナッツ、ココナッツ、あー、ココナッツ、ココナッツやりだす。あ、ココナッツこう書き出すやつってこと。いや、わかんないけど、どうやってやるのかね。Thank you。 先輩をマナー。ちょっとやってみ、やってみ、やってみ。はい。だってスマイルすんなってさ、笑っちゃダメだ。ノースマイルな。ノースマイル。面白い。これ足と運動員に。あ、大きいのある。オッケー。結構さ、尖ってるよねこれ。結構尖ってる。実際使えそうだよね。気をつけてね。違う違う違う。あ、こうなの。で、こうらしいよ。
じゃあの、うん、あ、じゃあ手をね、伸ばして、手を伸ばして、こうやって伸ばして、そうそう、こう、すげえ、これ OK、Thank you、 なんか、そんな匂いも臭くなくない？臭くない、ここ、うん、スパイスの匂いは漂ってるけど、それ以上のなんか生臭さとかはないから、普通に来たての人でも楽しめるマーケットかな、ね、何って聞いてもすごいちゃんと説明してくれるし、そうそうそう、お母さんだからみんな、そうそう、なんか優しいよね、うん、全体的にね、マニプールの人は優しい、すごい優しい、やっぱインドって本当に面白いのが、そのエリアエリアでさ、うん、なんていうの、人種っていうかさ、顔も違ければさ、性格も違うしさ、うん、体の形も違うじゃん、ね、南インドだったらボテってしてたり、そうだね、北インドはちょっとさ、スラッとしてる、うんうん、やっぱインドでかいね、いろんな、いろんな人がいるし、いろんな宗教があるし、いろんな民族があるし、インドでかいよ、インド人ってこういう人たちなんだよねみたいな言う人いるけど、一言では語れないよ、インド、一言では絶対言えない、あー、ありがとう、めっちゃいい人、 Thank you、 Thank you、 あー、何これね、今袋が破れてたの、ちょっと、うん、で無理やりやってたんだけど、破れてるから袋あげるよって袋くれた、マジマニプールの人優しい、本当に優しい、超優しい、 Thank you、 Thank you、 ジャロブラってことで、今マーケット回ってきたんだけど、はい、すごいあったかくて優しいマーケットですね、マニプールの人たちは優しい、優しい、ほんと優しい、うん、やっぱね、インドに住んでるとこうね、ちょっと難しいタイミングもあるけど、うん、やっぱね、マニプールここのエリアの人はみんな笑顔、そうだね、そうだからすごいいて心地いいし、うん、なんか楽しいね、普通に多分デリーとかグルガオンにいるとなかなかこう会えない、会えないね、タイプの人たちなので、そうそうそう、まあやっぱ時間をとってね、ぜひ来てほしいなと、そうですね、うん、思いました、はい、はい、ということで、またこれからいろんなところ行きたいと思いますので、はい、この動画良かったなと思う人はぜひ、はい、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、ぜひこの動画見てインパール行きたいなって思った方もぜひチャンネル登録と高評価お願いします、お願いします、では次の動画でまた会いましょう、チャロー、バイバイ、バイバイ、動画を見ていただき誠にありがとうございます、かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS は、ごめん。